サイレント罰ゲーム、誰が罰ゲーム受けてるか当てろ。さあ始まりました、プリトッチャンネル。ハロー、さすがです。あ、おいが、しょうちゃん、山星、パンダ、ズルハゲ。ということで今図書室を貸し切っております。本来静かにしなきゃいけない場所、拍手じゃダメです。あ、もう拍手もダメだってことね。そんな中、罰ゲームをチーム対抗で受けるんですけども、はい、3対3でやります。で、3人の中の1人が罰ゲームを受けてるんですけど、相手側のチームは誰が罰ゲームを受けているのかっていうのを当てるゲームです。で、負けた方のチームは、勝った方のチームからリクエスト罰ゲーム。6個あるんですけど、その中の1個をリベンジでやってもらいます。はい、おー、そういうことか。サイレントなので、小声で基本的にはやります。罰ゲームって何かやって失敗した人が受けるんじゃなくて、最初からもう。そうです。それでは、サイレント罰ゲーム、いってみよう。ボキシから笑う余裕ないんすよ。もう完全世の中で。せーの、よし。やられた。わかんなかった。潜入感。魚の骨詰まってる。本当に苦しかった。もう一口。無理。せーの、サスケ。せーの。
タモさんじゃないですか。あ、全然大丈夫だった。炭酸抜けてんの。いやいやいや、ストローで飲む方が多分きついですよ。一応よし、やばいね、やられたね、世の中にかき乱されてる、ね、悔しいな。いや、見ないで乗ってるのは、うん、もう把握完全できてる。あえて見ずに聞いたら絶対やれるんで。任された。同点。同点だ。いい勝負だ。いい勝負、いい勝負。次出すと。次出すと。はい、これ。3、2、1、回します。最上階から。最上階。3、2、1。明らかに力んでしょ。来るときに。いやいや。一人だけ。じゃあ前半で3、2。ことするじゃん。分かったね。分かった。分かった。難しかったよ。せーの。ズルハゲ。正解がどうか、はい、この場でまた落としたいと思います。もしリアクション取ってください。はい。3、うわ、2、1。ないよ、僕痛いよ。ズルハゲだった。やだ。分かってたから。え？分かってたから取った。お前なんでアドバイスするんだ。最上階からとかあっちから言ってねえじゃねえか。お前あと何もしてないな。すぐ分かったらあったの。なんでもうちょっとメガネずらさなかったの。何回となりましたよ。うわ、負けた。うわー、よっしゃー、もうお団子引き分けに持っていこう。なんだこれ。あっち、あっち。最後の準備 OK ですか。はい、OK です。3、2、1。え、分かんなかった。金ちゃん、翔ちゃんだと思うんですけど、嘘。これ、何回もできます？できます。いいですか？一回だけですか？最初は怖がってる演技をしてるだけ。パンダさん、ファミリーしてくるんですよ。なんでですか？パンダじゃないんですか？なんで除外するんですか？こっちに集中してるんですか？いきます。いきますよ。3、2、1。パンダさんは服着てますよ。
なんでだよ。決めてください。もう一回ならアゴキングやってほしい。なんでなんで。99.9 ぐらいしか。本当に俺でいい。だいぶそうだよ。アゴキングだけいいです。一回お願いして。はい。分かった。図書館って設定だ。3、2、1。違うかもしれない。もう一回やっても大丈夫ですか。最後ね。いやちょっと待ってよ。はい、行きますよ。最後。3、2、1。ジャーッジャーッジャーッ。何もうリアクションしないで。ちょっと。もういいっすね。もう分かりました。はい。せーの。アロキング。正解のリアクションです。3、2、1。ジャーッ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 。ふざけんだよ、マジじゃ。俺だ。難しかったね。難しかった。我慢できるわけねえ、こんな。じゃあもう1対1だ。結果。うわというわけで、キュウゲッ。うわぁ、いい戦い。いい戦い。ただこの動画が面白いなと思ったから、ぜひ声をお願いします。バイバイ。24時間ゲームセンター生活。終戦に祭り上げられた人の気持ちすごいよね。すごい、あの憎しみ。